お疲れ様です、ラッシュボールなにわ平成シスターズのマイカです、今回は、皆さん、ありがとうございます。楽しく全部見させていただきました。はい、まあ総評の方ですよね。私もですね、そうやな、ジャッジをこう、見る観点として、まあ、確かに言ったら、外で撮ってたり、あとカメラワークが良かったり、いろいろあるんですけど、クオリティのね、動画のクオリティの差が、ありましたけど、そこはもう何も気にせず、見てます。それがいいからって言ってそれをこう点数につけてるみたいなことはないので、大丈夫です。安心してください。ちゃんと、パフォーマンスをしっかり見ました。はい。で、全体を通してですね、もう言ったら小学校3年生部門もそうやし、6年生部門もそうやし、中学生部門もそうやけど、私が見た部分、主に重視して見た部分っていうのは、やっぱ音楽としっかり合ってるかっていうところ、あとはいくらオンラインやからといって言ったら、その時の1回っていうのはコンテストと一緒ですよね。なのでそういう気持ちの部分、やっぱ動画だと伝わりにくいっていうのはもちろんありますけど、言うたらそういう表情だったりそういう気持ちっていうのは、やっぱ動画上でもやっぱ伝わるものは伝わると思うので、なんかそういう部分をしっかり、見させていただきました。はい。じゃあちょっと部門ずつ言おうかなと思います。小学校3年生以下の 部門は、みんなやっぱ可愛かったですね。なんかほっこりしました。見ててほっこりしました。はい。で、やっぱスキルっていうのはもちろん、これからもどんどんやっぱこうみんな上手くなっていくと思うんですけど、スキルをもうちょいしっかりつけて、あとは、音楽をしっかりはっきり取るということ。やっぱみんな元気いっぱいやから、なんかこうその元気にやっぱそのどうしても動きのリズムとか音楽のリズムっていうのが消えちゃうなっていう風にすごい思ったので、なんかこうもっとそれがはっきり見えるプラスパワー元気やったらめちゃめちゃいいなって思いました。なんかそういうメリハリの部分っていうのは、もっと大事にこれからも、そこはやっぱ大人になっていくにつれて、そこが大事っていう部分に関しては変わらないと思うので、そういうリズムの意識とかっていうのは常に意識して練習すると、難しいけどね、常に練習しておくと、意識して練習しておくとだいぶ変わってくると思います。はい。もう本当に可愛くって、みんななんかこう純粋な楽しさ、ダンスの楽しさっていうのがすごいこう伝わってきてですね、本当に見てて幸せになりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次、小学校6年生ですね。私ここの辺ぐらいからはそうですね、ちょっとだけレベル高めに見てます。はい。ヒップホップに関してですが、みんないい音楽選んでるなとか、大人の雰囲気すごいあるなとか、これは中学生もそうですけど、中学生部門って、じゃあごめんなさい、まとめて言いますね。ヒップホップに関してはそういう音楽のそういうチョイスとか、雰囲気っていうのはやっぱみんなね、ちょっと大人なルックスやったりとかするから、なんかすごいこうかっこいいねっていう風に、センスいいやんってめっちゃ思うんですけど、やっぱその動きのスキルとして見た時に、なんせ腰が高い。はい。でもっと深く踏んでほしいとか、一歩一歩一個一個をもっと大事に踊ってほしいなっていうのが、やっぱヒップホップを見てるとね、ちょっと思いました。はい。なんでもっと一個一個がこう一つ一つが、重く深く踏めれると、もっとしっかり伝わってくるかなと思います。はい。で、ジャズ系に関しては、別に自分も専門ジャンルではないですけど、軸ができてるかできてないか、ブレてるかブレてないかぐらいは分かります。でつま先やったりとか、一個一個の足先やったりとか、そういうのをしっかり見ました。あとはそういう表現力っていうのをしっかり見ました。その中で言ったら、あ、この子いいなって思う子もたくさんいましたし、もうちょっとこうなんかこう前にこう伝える、言ったら自分の中で気持ちよくなってしまうと、それがね、会場、例えばじゃあ普通のオンラインじゃなくて、普通に
こうコンテスト会場になったとしても、その雰囲気がバーンって出ればもちろんこう惹かれるし印象にも残るしいいなって思えるんやけど、やっぱ動画上やとね、それが本当になんていう画面の中でしか自分の中で楽しんでるような、自分の中でこう雰囲気を出してるような感じにしかならないので、もうちょっとなんかこう来てほしかったなって思う子はたくさんいました。なんでそこはちょっともったいないなっていうふうには思っています。はい。あとはまあポップとかっていうのはやっぱヒットがもうちょっと見えたいっていうのがあったり、もっとなんかこうブンっていう重さがね、それこそヒップホップと一緒です、なんかそういう重さがもっと伝わるようになったらもっとかっこよくなるんじゃないかと思いました。はい。あとはまあボディコントロールとかですかね、アイソレーションウェーブっていうのはもうちょっとこう繊細に見せてほしかったなっていう風な印象もあります、全体を通して。はい。でまあロックに関しては言ったらこうファンキーな曲を使う、言ったらこうめっちゃテンション爆上げな、なんていうそのなんていうそういう曲もあったり、逆にじゃあ渋いちょっとおしゃれな曲で踊るっていう子もおったんやけど、なんかそういうなんていうのな、やっぱロックっていうのはまあ変わりないと思うんだけど、なんていうその曲の雰囲気をもうちょっと入れてほしいみたいなっていうのはたくさんありました。なんかこうただこうでやるっていうよりかは、なんかもっとなんかこの辺でこう見せれるんじゃないかなっていうふうには思いました。はい。あとはハウスに関してはそうですね、まあハウスダンサーさん結構今回多いなっていう印象なんですけど、まあやっぱこう一個一個のこのなんていうの、そのかかとでつく、つま先でつくとか、その足先のなんていうの、そういう細かさというか、まあなんやろな、こう見てて伝わる足から出るリズム感みたいなのはもうちょっとあってほしいなっていうふうには思いました。なんかやっぱどうしてもこう曲に乗りすぎてこうやっぱ気持ちいい曲やから、こうドーンドーンドーンってこう単調になりがちやなっていう印象です。なんかもうちょっとリズムが欲しいなっていうイメージでした。まあ、なんせまとめると、もっと音楽を聴いてほしい、音楽を聴いてリズムをもっと自分から出してほしいですね。あとはもう一つ、内容が薄いなんか王道みたいな、なんかこんだけ人数がおるともっと自分らしさやったり、ここ見てやみたいな場所がもっとあってもいいんじゃないかと思いました。やっぱ1分半どうしてもこうずっと単調になってしまうとやっぱ見てて飽きてしまうので、なんかそういう波、自分の見せ場っていう部分っていうのを作って、もっと内容を濃くしてほしいなっていうことと、あとはそうですね、アピール力、なんかこうもっとこう本当に今これやったらカメラが言ったら審査員の目っていうことですよね。だってだからなんかもっとそこを意識して踊ってくれたらいいのになって思います。もしそれが普通の会場とかジャッジがじゃ目の前にいる中でそれをするかってしないと思うんですよ。絶対そこに対して向かって踊るやろうし、そこに向かって自分の気持ちやったりとかうりゃーっていうのを出すと思うんです。だからそれが例えばオンラインになってこういう動画になったとしても、やっぱそういう気持ちとか、雰囲気表情っていうのはやっぱ忘れず持っていってほしいというか見せてほしいなと思いました。すごいなんか置いてきぼりになる、ただ動画をこう見てはいって思うっていうのはなんかどうなのかなと思いました。まあ、この3つ4つか4つか3つかわからないですけど、まあ、言いました。まあ、これが全体を見て思ったことになります。まあ、これからそのオンラインレッスンとかレッスンちゃうわオンライン動画とかコンテストっていうのはオンラインバトルとかなんかそういうオンライン上でこう言ったイベントをするっていうのが多分増えると思いますし、あると思います。だからその中で言ったらこうただ自分が練習してる感じを見せるではなく、しっかりちゃんとそういう本番っていうのを意識して踊るともっと良くなるかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。マイカでした。